スクループルファーストモデルスクリュープルとはアメリカテキサス州出身のワイン愛好家でありまた石油発掘技術者でもあったハーバートアレンが1979年に発売を開始したワインオープナー誰にでも簡単に開けられしかもコルクの崩れないワインオープナーが作れないものかと考えたアレンは本職である石油発掘に使われていたスクリューに目をつけたしかしスクリューだけでは ワインオープナーにはならない。問題は、コルクとスクリューの抵抗をいかに少なくするか、いかにスクリューをコルクの中心に通すかという点。試行錯誤の上、アレンが取り入れたのは、ロケットが大気圏に突入する際に抵抗を軽減するために NASA で開発された特殊コーティングであった。また、スクリューをコルクの中心に通すため、螺旋の形状の設計と、 コルクに侵入してからの力配分を科学的に分析、さらに必ずコルクにまっすぐスクリューが入るガイドの設計により、誰にでも失敗なくスマートに開けられるワインオープナー、スクリューブルが誕生。サンフランシスコのワインミュージアム主催コンテストで最も優れたワインオープナーと評価されるほか、プロ仕様のレバーモデルは1分間に8本のコルクを抜けることから、 1997年には世界最速オープナーとしてギネスブックに認定された。アレンの死後、1991年にスクリュープルはフランスの芋のホーローウェアの老舗ブランド、ルクルーゼの参加に入った。ありがとうございます。